ブンブン、ハロー YouTube、 どうもマサルです。今回はフランスのスマホメーカーウィコーから発売されるトミー3をご紹介します。トミー3は日本でも現在販売されているエントリー向けのトミーシリーズ最新モデルとなります。スペックとしては次の通りです。参考までに日本で販売されているトミーのスペックも右側に記載しています。トミー3のスペックですが、 CPU はメディアテックの MT6739WARAM が 1GB で ROM が 16GB、 ディスプレイは 5.45 インチで解像度は 960×480 ドット、カメラは背面のアウトカメラが800万画素、前面のインカメラが500万画素、バッテリーは 2500mAh で OS は Android 8.1 の Go エディションとなっています。そして価格は日本円にして約9000円となります。あまり聞き慣れないのが OS の Android 8.1 Go エディションというバージョンです。このバージョンは主にスペックの低いスマホ向けに用意されているバージョンとなります。このウィコーのトミー3、新型モデルでありながら RAM が 1GB しかなかったり、ディスプレイの解像度も最近のモデルとしてはかなり低かったりと、スペックが低い端末になっています。ですので、そういったスペックの低い端末でもある程度快適に動作させるために OS はこの Go エディションが選択されているようです。ただ、このトミー3には通常の Android となる Android 7.1 を搭載したバージョンもあります。日本で現在販売されているトミーと比較しても全体的にスペックは低くなっています。ですので、新型モデルではありますが、このトミー3が日本で販売される可能性としてはかなり低いのではないかと思います。もともとこのトミー3、マレーシア向けに販売するモデルで、スペックよりも価格の安さを重視したモデルになっています。現在国内で販売されているウィコーのスマホとしては、トミーの他にビューシリーズというのもあります。ビューシリーズの方は縦長ディスプレイを採用するなど、最近のトレンドも踏まえた端末になっていますので、今年ウィコーから日本市場向けに販売されるモデルは、ビューシリーズだけになるかもしれません。ちなみに先月、グーのスマホ、グー08として販売された新型のスマホ、そちらもウィコーのビューシリーズがベースとなっています。今後もウィコーから何か新製品が発表されましたら、別の動画にてご紹介したいと思います。今回は以上です。グッドボタンとチャンネル登録、よろしくお願いします。